こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは明治丸ごと野菜ナスと完熟トマトのカレーです。野菜のカレーなんですけど、だんだん暖かくなってきまして、これから夏に向かって、私、個人的な意見なのかもしれませんが、野菜がたくさん入ったカレーが夏になると食べたくなります。そういった季節にちょっと先駆けてはいるんですけど、おなじみ丸ごと野菜シリーズということで、こういうタイプのカレーはなんだか久しぶりのような気がします。それでは準備します。丸ごと野菜ナスと完熟トマトのカレーです。ご覧の通り大きなナスが目立ちます。いただきます。一口二口食べて、正直な感想なんですけど、カレーというよりまずはトマトソースを食べてるみたいで、それほどトマトの味わいが強く出ています。入ってる具材はトマト、じゃがいも、ナス、玉ねぎ、あと先ほど食べた中で生姜の味わいを少し感じることができたんで、生姜も入ってるということです。口当たりはとてもみずみずしいんですけど、そのみずみずしさが決してあっさりしているというわけではなくて、しっかりとした味わいで、どちらかといえば全体的には濃厚なカレーソースだと思います。そして同時にあまりカレーの味わいが強くないので、やはりこれはもうトマトメインのソースに違いないと同時に、ニンニクの風味を少し感じます。パッケージには野菜を楽しむこだわりメニューとあるんですけど、確かにこれだけボリュームたっぷりの野菜が入ってると野菜を楽しんでるという実感があります。ごちそうさまでした。食べ終えて最初に感じた感想が、食べ終えても同じなんですけど、これはカレーという範疇を少し突き抜けてる気がします。というのもカレーのスパイスなり辛みなりの味わいをがあまり感じられなくて、もうトマトが全面に出てるそんなレトルトカレーでした。美味しかったです。評価するにあたってカレーという視点で見ると、少しそのずれてる部分をどう評価していいのか、これから考えてみたいと思いますが、いずれにしてもボリュームたっぷりで
食べ応えがあって美味しいレトルトカレーだったと思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。